今日は赤城山に魅せられて毎日通い続け、美しい写真でフォロワーを楽しませているゲストをお呼びしています。まずはこちらをご覧ください。本気で考える有限会社両毛社長深井博さんにお越しいただきました。深井さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速ですが、深井さんは5年間毎日赤城山に登られているということで、通算1743回、連続では1311回も早朝毎日登られているということなんですね。まずそこまで魅了されたきっかけを教えてください。はい、5年前の8月15日に友人と、バイクで赤城山に行きまして、鳥居峠というところまで行ったんですが、そこから桐生側に階段を降りてですね、ご浸水がありまして、そこへ降りて、また鳥居峠に戻ってきたらですね、ちょうど水を汲んでる方がいらっしゃいまして、毎週その人は話をしたら、ご浸水を汲みに来てるんだというお話を伺いまして、そうか、毎週来てる人がいるんじゃ、俺も行ってみようかなっていうふうに思いましてですね、私もちょっと続けて、赤城に行ってみるようになりました。なるほど、はい、深井さんはご浸水目的ではないんですよね。ないですね、はい、でも毎日登ろうっていう強いきっかけになったんですね。そうですね、はい。今こちら映像流れていますけれども、こう映像を見ていても、いや、美しいんですけれども、冬の極寒、とっても寒い季節登られていることが分かります。もうちょっと寒そうだなって思っちゃいますけれども、それほど魅力ある赤城山ですが、お気に入りの場所がありましたら教えてください。はい、映像にもありますけど、こう鳥居峠というところなんですが、大沼の横、赤城県道ずっと行って大沼の横を通って角間淵抜けて突き当たりになるんですが、そこでこう日の出が朝見られます。写真を撮りに来ている方もたくさんいらっしゃるんですが、そこで毎日雲海があったり、空気が澄んでいるとスカイツリーが肉眼で見えたり、筑波山があったり、そこの景色が本当に素晴らしくてですね、毎日今日はどんな天気かなっていうふうに思いながら、登ってます。スカイツリー赤城山から肉眼で見られるんですか。はい、目のいい人なら見られます。そうなんですね。そう聞くとちょっと赤城山登って、こうスカイツリー見られるか確認してみたくなっちゃいますけれども、季節を通して魅力たっぷりの赤城山ですが、県内で大自然広がる環境を体感できるというのは本当に素晴らしいと思います。また観光誘致としても注目されている赤城山ですが、そのあたり何か深井さんの思いがありましたら教えてください。はい、ありがとうございます。前橋赤城山があそこの鳥居峠のところまで、鳥居峠ちょっと向こう側はですね、桐生になってしまうんですが、前橋で本当にその前橋の街中から40分で、本当に大自然の中に、行くことができます。私もそうだったんですが、前橋住んでる人はちょっと赤城山近すぎてバカにしちゃってですね、なかなか、行く機会がない方がほとんどだと思うんですが、結構県外の人はですね、たくさんそこに、お見えになってます。ぜひ前橋の人もですね、そこにこうちょっと行ってみていただくといいのかなというふうに思ってます。はい、近すぎるからこそありがたみがわからない、ってことですかね。もったいないですよね。もったいないですね。美しい赤城山の写真 SNS で深井さんはアップされていますが、反響いかがでしょうか。その見てる方はですね、個展やった方がいいとか、写真集出した方がいいんじゃないかとかっていうふうなことは結構言われます。はい、今その写真が写っていますけれども、本当に四季折々の美しさというのが見られますが、これも毎日赤城山へ足を運ばれている賜物ですよね。はい、そうですね。はい、なんていうんですかね、毎日同じような景色な感じなんですけど、でもその、もちろん自然なんで毎日違ったり、何分かするだけでですね、霧がこう晴れて、すごくこう綺麗に見えて、太陽が見えたり見えなくなったりとかですね、やっぱり本当に自然っていうのは素晴らしいなっていうふうに思います。はい、これ全部赤城山なのか
って思うくらいいろんな表情を見せてくれてますよね、はい、今の写真でも、はい、霧がかかっているだけですごく幻想的になったり、はい、こう太陽の位置でこんなにも変わるものなんですね。そうですね、うん、はい、まあ、一昨日もそうだったんですけど、うん、もうあそこがこうなぜかこう両方側に鳥居峠ってこう山がありましてですね、うん、大沼から角満淵に来た風が絞られてですね、すごい爆風が吹くんですよね、うん、でも本当にこう雪が降ってて、13日の日はちょっと車がそこにはまってしまってジャフに引っ張ってもらったんですけど、まあ、映画八甲田山っていうのが本当になんか体感として分かりますよね、うん、はい、はい、なんかすごいエピソードも聞きましたけれども、はいはい、やはりこう美しい姿勢を残していくためにも環境保全しっかり取り組んでいく必要があるんじゃないかななんて思いました。では深井さん、今後の目標や夢がありましたら教えてください。はい、ありがとう。まあ、せっかくこう赤城に関わったんで、まあ、もうちょっと赤城をですね、なんとかしたいなって、観光として、まあ、あんまり人がいっぱい来ちゃってまたこうなんかこうなんかなっちゃうのも困るなというふうに思うんですが、もっと多くの人に、知っていただけることを何かできたらいいなというふうに思ってます。あと、まあ、安全第一で楽しく、毎日行けたらいいなっていうふうに思ってます。はい、赤城山に毎日登っていらっしゃる有限会社両毛社長の深井博さんにお越しいただきました。深井さん、ありがとうございました。 ありがとうございました。